はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということでスーパーマリオオデッセイやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで前回クッパの国が終わりまして、いよいよ月の国でございます。多分ここで結婚式をクッパさんはあげようとしてるんじゃないでしょうか。ということでね、オデッセイ号もね前回しっかり完成しましたのでね、ちゃんと黄色になったね、上の部分がね。はい、早速月の国行きましょう。お、なんかおー、ウェディング姿になった、かっこいい。やっぱマリオは今回のオデッセイはね、特にこの格好がやっぱりなんかマリオって感じしますね。うん、おー、キラキラ光ってる、まさにパワームーンのようないいですね。おーおーおお。さあ、今までとは違うマリオの表情。いざ、そうだもんね。今までは、この地球の中をね、ただ、こう行ったり来たりしてましたけど、今回は星が違いますからね。月ですからね。ええ。いや、これはどうなることやら。さあ、月の国、ハニークレーター。え、蜂蜜の味すんの？わかんないですけど。さあ、月の国まで来ましたよ。決戦、クッパのムーンウェディング。おお、あ、右上がちょっとムーンが光ってますね。うん、ビシッと決まったじゃない、似合ってるよ、本当ありがとう二人はあそこだ、急ごう。さあ急ぎましょうか。いいねー、マリオさんかっこいいよ。ん、体が軽くなったよ。おお、めっちゃジャンプする、すげえ。して広いな、月ってこんなでかいの。うわー、地球綺麗、地球は青かった。まあ、僕が言っても何の説得力もないですけどね。お、早速ムーンがありましたよ、あんなところに。どうやって、どうやって、多分これ上登ってだろうね。上登って、ほいほいと、ほいほいと。おおおおおお、どうどどどどどどど、この上を、んんん、待って待って待って、どうせいいんだ、どうせいいんだわかんないわかんない。ほい、うー、おー、待って、まさかの隠しブロックそういうことか。なんとこの世界にも隠しブロックがある。まあ今までもあったか。でもなんかこの使い方の隠しブロックは初めてじゃない。オッケー、ゲットしていきましょう。チョキー、はい、月の上で輝いてアイコでしたね。さあどんどんいきましょう。なんかこっちもいろいろありそうだけど。てかさ、ね、結婚式が近づいてんのに、マリオはこんな寄り道していいんでしょうか自分が言うのもなんですけど。さあ、ここ上まですごい上がる。お、ローカルコインありましたね。ててて、なんか痛そう。さあ、石も飛びますね。おお。さあ、どこまで落ちていく。すげえ落ちる。さあ、それでは、おお、結構広いね。広いけど平坦だね。うん、平坦というか何もない、建物が何もないちょっと寂しい。ここなんかありそうだけど、あ、出た出た、ここなんかまた硬いブロックがありますね。この硬いブロックどうやって壊すんだろうね。今までまだ一度も壊せたことがなくて。さあ、ローカルコインもありますよと。ヘイ、ジャンプ、オッケーオッケー、よしよしよし、いいね。これ高くジャンプできるっていいね。地球もこれぐらい高くジャンプできたら面白いのに。そしたらね、人々の生活も変わると思いますよ。うん、またね、オリンピックとかの競技も変わってくるだろうし、高跳びなんてね、もしかしたら新記録 100m とか出るかもしれないしね、高跳びで、うん、さあこっちに行きましょうかね。うん、なんかタコがいる、あのタコはなんだ？なんか炭とか入ってくんのかな？よいしょ。おおー、ドリルドリル。ドリラーじゃないですか。よいしょ。じゃあ、タコの上に乗って、バコンと。これでいいのね。強そうに見えて意外と。うん、そうでもなかったね。さあ、こっちに、あ、ウサギさんがいる。そうそう。月ってウサギさんがいますもんね。はい。お、そしてあそこには
ドットマリオじゃないですか。ちょっと待って、先にウサギさんを追いかけよう。よいしょ。なかなかウサギさんもやっぱさすが飛ぶね。よいしょ。ああ、ウサギさん捕まえにくい。うわあ、頑張れ。マリオも飛ぶ。よいしょー、飛んでー。え、これ難しくない結構。ほい、よーし、来た。よーし、完璧。はい、捕まえた。グー。あはー、負けた。月で捕まえたぴょん。捕まえたぴょんよ。いいよ。あそこに入り口あったんだ。行きたいな。ちょっと、後で行きましょうか。よいしょ、先に壁キックでここの上を登って、ここなんかある？お、コインと。よいしょ。あ、ここからの景色もいいね。うわー、すーげえ。地球の美しさには、ハッとする。どうした？急にダジャレを言い始めて。さてさて、ここはなんか看板？はい、何でしょうか。旅のワンポイントアドバイス、ボディアタック。ジャンプしたけどあと少し距離が足りないとき、空中で ZL を押してから Y を押せばボディアタックで少し遠くまで飛びます。え、どういうこと？そうなんだ。あ、こういうこと。へえ、ちょっとやってみよう。こっから多分いけるんでしょうね。いける、いける。お、いける。あ、いけた。ボディアタックしなくてもいけたわ。よっしゃー。あ、すげえ。このドットの中も、ちゃんと、ジャンプがすごくする。よいしょ。OK。飛んで飛んで。なかなか難しくなってきたよ。よいしょ。へい。よし、ジャンプ。ナイスー。いいねー。崖沿いを進んで。これ、もう一個なんかありそうな気がする。あ、そっか。あそこに。よいしょ。あ、でも取れない。取れないな。どうやって取れた？上のは。勢いつけて、ジャーンプ。どうした今。なんかすげえカメラが急接近したけど。撮れなそうか。まあいいや、ちょっと一回諦めましょう。戻って。はい、戻ってきました。じゃあさっきここがタコいたとこなんで、右に進みましょう。すごい寄り道してんな。ちょっとマリオさん、もうちょっとピーチ姫を助けようとする気持ちはないんでしょうか。完全に観光を楽しんでますよね、マリオさん。よいしょ、届くかな。オッケー。あ、嘘、危ない危ない危ない。壁キックできてよかったー。危なかったー。よいしょ、ここも届く？オッケー、届いた。大丈夫。さあ、ここに中間があるよと。金なる大地。いいねー。オシャンティだね、名前がね。ビューンと、ここで急いで、ここでジャンプー、届くかな？来たー。そういうことかなと思って、はい、パー、やったー、崖っぷちの宝箱をゲット。さあ、この裏とかなんかある？あったー、見っけてよかったー。降りて、これ、降りれたよかった。よし、そして、もう一回、ビューンと、帰り気をつけてね。ほい、よーし、大丈夫、ナイスー。いいね。もうこれ、走り幅跳びなら、マリオさん、完全に世界記録ですよね。いつか月の上でオリンピックとか開催されないかな。されたら面白いですけどね。ん？さあ、これと似た石、地球でも見たね。そうだね。これもしかしてドリル。お、ドリルでこれを破壊してくれるとか？この箱。そういうことじゃないの？ああ、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないんだ。結局何なんだろう。よいしょ、ドン。まあいいや、とりあえず。何なんだろうな、この箱、本当に。うん、未だに分からぬ。まあ、まだもしかしたらね、壊せないのかもしれないし。おお、なるほど。イヤホー、気持ちいい。さあ、もう一回、失敗しないように。まずい、危ない、ギリギリ。よかった。ゲット、グー。あー、負けた。月面で音符集め。まあ一つの国に一つは音符集めがあるって感じですかね。そして、お、あそこにまた、あ、土管じゃないか、あれは。じゃあちょっとここまた降りて、
おーおお、早い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 ぞ早いぞ。さあ、こっからジャンプでいけるのかな。行きましょう。よいしょ、ジャンプーって待って、絶対こっちだったわ絶対こっちだったわ今。あ、そうかそうか、だからこれで、はい、わかったわかった、これでジャンプか。間違った間違った、はい、ジャンプー、こういうことね。はーい、どうもよいしょ、これまたジャンプして、よいしょ、あ、パープル取れなかった。あー、ここにでもあったから大丈夫、ぽよーんと。よーし、いいでしょいいでしょ。さあ、これでまたパープルって言っちゃったなこれなんだ、ドン。お、ハートか、ハートゲット。パープルコインでもいい気がするんだけどな。なんかあれだよね、どうしてもマリオメーカーの影響でパープルコインって言っちゃうんだろうね。そしてあそこになんだ、似合わぬスフィンクスがあるけど、スフィンクス、これはもしかしてキャプチャーできるのでは。違った、何話しかける。旅人とそれに灯する帽子を我が問いに答えてみよう。今は問いに答えている場合か。いいえ。そうだ、正しき答えを持つ者よ。今はなすべきことをなせ。どういうことよ。何何こいつ。そうだよ、今はね、ピーチとキャッピーの相棒、相棒というかね、彼女をね助けないといけないんで、うん、はい、そうですねこんな問いに答えてる場合じゃないですね。うんで、こっちが決戦クッパのムーンウェディング、そしてあそこには、クッパ戦ですね。今度こそ決着をつけよう。そうだね、うん、あそこにコインがいっぱいある。おしおしおしお、コイン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 、そう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 、コイン別にコインを見たところでって感じだけど。さあ、それでは、お、あそこにキノピオさんがいる。あなたも結婚式に呼ばれたんですか。静かの壁、怪しい穴があります。そうだね、怪しい穴に入っていきましょう。うわー、マジか、どうした、大丈夫。うおー、なにここマジかよ、ちょっと戻りたいな、ここは体が重いね。あ、本当だ、いつも通りだ。ということで、じゃあ今回はここまでにしましょうかね。はい、次回この先進んでいきたいなと思います。多分あそこキャプチャーできそうだな、このクッパということで、少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。